はい、こんばんは、伊藤チャンネルでーす。12月9日の夜になってます。いかがお過ごしでしょうか。いや、今日ね、私、会社行ってたもんでね、帰ってきて、残業して帰ってきたらすげえ遅くなっちゃって、こんな時間になっちゃったんですけど。で、今日ね、何の日かっていうとね、集まれ動物の森の一番くじね、発売だったんですよ、今日実は。もう12月8日なんですけど、発売で、ちょっとね、何回か引きたいなぁなんて思ってたんですよね。一番くじって自分の運を試すっていうところもあってね。まあ、そんなにね、熱狂的、まあ、どれも当たりだと思ってて、今回の一番くじはね。動物の森って結構可愛くて、キャラクターがね。で、とりあえずね、運試しです。ね、3回ぐらい引きたいかなぁなんて思ってね、ちょっとね、会社帰りにね、ちょっとセブンイレブン寄って引いていこうかなぁなんて思ったんですけど、まあ、どこのセブンイレブン行ってもね、ない。売り切れちゃっててないっていう状態ですね。ちゃんとね、ちゃんとあるところをね、調べて行ったんですよ。7箇所。7箇所行ったんですけど、なくてね、やっと最後のね、7箇所目、家、一番ね、駅から近いとこじゃなくてね、ちょっと外れた部分のね、うちから一番近いセブンイレブンにね、なんとかあって、結構まだね、引かれた状態であってね。で、まあ、とりあえずね、どれも当たりだから、なんでもいい当たれば、なんて思ってね。まあ、多分ね、僕ね、くじ運ばっかりはね、いつもいいんで、3回ぐらい引いたんですよ。まあ、3回ぐらい引きゃ、上位賞当たるかな、なんて思ったら、案の定上位賞当たってね、案の定ね、この B 賞が当たりましたね。B 賞のね、この貯金箱、ちょっとでかいね、貯金箱。動物の森のね、この、狸開発の貯金箱がね、こういうのが当たって B 賞なんですけど、当たりました。はい。どれも当たりなんですけどね。あとはね、こういうね、小皿ですね。小皿とかね。これ当たり、可愛いよね、これね。売っちゃうっていう、これね、可愛いよね。これでちょっとお寿司食べようかな。ね。ちっちゃい小皿とかね。あとは、なんていうか、そのメモ帳？メモ帳もね、なんかね、結構しっかりしててね、こういうやつでね。メモ帳に、これ選べるんですけど、なんかメモ帳もあってね、メモ帳って意外に使うんですよ、仕事しててね。僕手書きで未だにね、なんかメモ取ったりするんで、まあこういうのでね、やってて。まあ3回やってね、とりあえず、このメモ帳と、さっきの小皿と、これね、この小皿かわいいな、ほんとね。小皿と B 賞が当たったっていう、このね、狸のこの小売り、狸ポート ATM 貯金箱ですね、サウンド付きで。まあ、これね、ちょっとね、まだ開けてないんですけど、まあ、どちらかというと、そんなにこの貯金箱欲しいわけじゃなかったんでね、なんかね、身近にいる人に誰かあげようかなと思ってます。未開封のままね、あげようかなと思ってるんですけど、ね、意外にね、僕の会社の人のね、子供とかにね、あげるとすごい喜ぶんですよね。だからね、ちょっとうちに来た時にね、遊びに来た時にね、会社の人が遊びに来た時にちょっと袋に詰めてね、なんか好きなの持ってって、つってね、あげようかなと思っております。じゃあね、今日はね、はい、そんな感じの一日でした。はい、ぜひね、皆さんも、動物の森のね、結構人気なんですけど、まあ、結構、売れ残ってるとか売れ残ってると思うんでね、ぜひやってみてはいかがかなと思います。はい、で、それで今日はね、何にするかというと、GPD-XP、ですね、こちらの機種で、またプレイステーション2を動かしていこうと思うんですけれども、前回の動画で、イーサー SX2 のね、条件というか最適条件というかね、一応そこの設定の条件ね、のお話ししたときに、そこそこね、動きが軽くなったんで、もうちょっとこれで動かしてみようかなと思ったんで、今日はね、何本かね、ゲームソフト、エミュレーションテストしていこうかなと思っております。じゃあね、早速やっていこうと思います。はい、じゃあまず1本目になりますが、鉄拳5になります。まあ、バーチャファイターがね、それなりに結構動いたから、鉄拳もいけんじゃねえかっていう曖昧な考えですね。曖昧っていうかね。はい。そんな感じの考えで動かしてます。はい。よしよし。まあ、ちょっとね、とりあえず、このキャラで行きましょうかね。鉄拳といえば。三島家のね。うん、入門でございますけど、まだね。あ、いいですね、この紫のね。もう、ハードジェル使ってますよね。がっちり固めたオールバックですよね。こっちかな？うん、動きいいですね。70% ぐらい。うん。それでもね。ちょっと画面チカチカしてますけど。奥の方がね。全然遊べるレベルかなと思いますけどね。ちょっと重たいかな、やっぱりね。70% ぐらい。まあ、フルな動きではないけど遊べるレベルかなっていった感じですね。
よいしょ、あー強い、敵が強い、あー強い、よいしょ、よいしょ、はい、次行きますね、次の、ね、いい動きしてんじゃないですか。やっぱね、ちょっとパワーが足りないかなって感じですね、XP だとね。まあ、ギリギリ遊べるぐらいが。同じ技しかないですね、XP で。投げ技とかどうなの？投げ技とかね。投げさせてくれないよね。あれ？おお、来ましたね。投げも決まりましたね。こんな感じですね。ちょっと画面の背景チラチラしてますね、ここね。うん、ピンク色になっちゃって。まあちょっと処理が追いついてないところもありますけど、まあかろうじて遊べるかなといった感じです。はい。いいですね。もう一戦ぐらい行ってみますか？せっかくなんでね。お、いいですね。いいですね。ニーナ。あー、セクシー。セクシーだね。この切れ込みがセクシー。うん。そうですね。やっぱり 70% から 80% ぐらい。ですね。かわいいね、このね。このいいセクシーな服着てますよね。うん、セクシーですね。おー、いけ。なんかね、セクシーで思い出したんですけど、僕、中国にね、行ってね、マッサージした時にね、なんかね、中国人のね、女の子、マッサージしてくれてる中国人の女の子がね、僕のね、胸のね、胸毛を見てね、なんかニコニタニタニタしてて、胸毛になんかあんのかなと思ってね、ニタ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 してね、で、その後ね、翻訳ソフトを使ってね、何かを伝えたかったらしくて、で、翻訳ソフトでね、機械音声で、胸毛がセクシーですねっていうね、音声が発せられて、なんか、ね、それを思い出しました、今。胸毛がセクシーですねっていうね、機械音でね、翻訳してそういうね、返信が来ましたね。ね、中国人からするとあんまりね、男性の胸毛ってなんか馴染みないものなのかななんて思ったりね、しましたけどね。あ、いいですね、牧人。結構安定して動きますね。はい。うん、まあだからね、胸毛はモテる要素なのかもしれないですよね。うん。女の子からすると。まあその人が胸毛フェチだったっていうだけかもしれないですけど、その中国人のね、マッサージしてくれた女の子がね。はい。ちょっと重たくなりましたね。50% ぐらいになっちゃいましたね。まあステージ依存があるのかもしれないです。このステージが重たいんだと思うんですけど、あとこのキャラクターの鎖ジャラジャラしてる、この鎖ジャラジャラしてる処理落ちが起きてるのかもしれないですね。ちょっと敵強いな。うん、まあちょっともしかしたら最後まで遊べるかわかんないですけど、まあこんな感じでちょっと重たい部分もあるのかなといった感じです。はい、じゃあちょっとね、次のゲームね、行きたいと思います。はい、じゃあ次のソフトはですね、 R タイプファイナルですね。まあ R タイプシリーズもね、これファイナルいいですよね。結構ね、出ましたからね。ファイナル2が出たんですよね。プレステ2か、プレステ2とスイッチかな、ファイナル2出ましたよね。で、まあ、これで A で行きましょう。OK。Yes。で、こんな感じで OK で行きましょうかね。で、100% ぐらいでとりあえず動いてますね。今のところ。これは大丈夫かな？シューティングって結構軽いんですよね。大丈夫そうですね。いろんなタイプがあるんですけど、まあ、普通の R タイプのこの機体で行きますね。ゲームスタート。ヒューマン、キッズで行きましょうか。ちょっとベイビーはやりすぎかもしれないんでね。難易度落とすのも。最近ほんとゲームね、何でも難易度選べるなら落としますね、ひたすらね。いろいろね、クリアしたいのが先に来るんでね。どちらかというと、詰まっちゃうのが嫌なんで、結構ね、イージーで遊ぶ派ですね。イージーでやってみてすげえつまんねえってなっちゃったら、ちょっと、やっぱノーマルぐらいに戻しますけど、まあ、基本的にサクサクプレイして、サクサククリアしたいっていうところがあるんで、あ、いいですね。快適ですね、動き。で、一定に今 73% で動いてますね。まあ、でも見た目全然、その、のっそりしてる感じはなくて、うん、100% で動いてますね、今ね。うん。よし、いい感じですね。よし、R タイプといえばこうやってね、溜め攻撃ですよね。溜めが気持ちいい。あ、来ましたね。ブチューンって言って、あ、当たんなかった。ああ、難易度高いんですよね、R タイプってね、結構ね。あ、来ましたね、来ました
倒しましたね。このね、やっぱね、このチャージ弾が、あぶね、あぶね、あぶね。このチャージ弾が結構強い。倒しましたね。チャージ弾を何回か当ててね、倒す感じですね。あ、気持ちいい。あ、これも気持ちいい。これ気持ちいいですね。このレーザーもね。なんかもう、うん。やっぱいいですね、アルタイム。おー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 。なんかもうね、何回もやってるはずなのに、なんでだろう、この新鮮な気持ちで遊べるのはっていうね。来ねえかな、敵が。ちょっと間があるかなっていう感じです。ちょっと暗いですね、あと周りがね。あ、来ました。ここにね、敵か、まだボスじゃないか。あ、いいですね。これで、これが一番いいのかもしれない。このレーザーの、跳ね返りレーザーがね。おー、来ました。ボス戦かな？なんかね、そう、でっかいカニみたいなやつが敵なんですよね、ボスなんですよね。まあちょっとあの、R タイプの1がね、結構あの、エイリアンみたいな敵だったじゃないですか。あれが結構当時インパクトがありましたよね、R タイプ1ってね。すごいインパクトでしたよね、あの、エイリアンみたいな敵がね。こんなシューティングもこんな時代になったんだ、みたいなね。未だにあの、PC エンジンの衝撃は、未だに忘れてませんね。よしよしよし。これ後ろからいけるね。うん。こうやってね、後ろ攻撃もできるんですよね。Rタイプって。いいですね。気持ち悪いですね。なんか、イクラみたいに出してます。大量のイクラ出してますけどね。大量のイクラですね。よし。一回ね、僕ね、かっぱ寿司かなんかの寿司屋さん行ってね、閉店間際に行ったらね、あのね、カッパしかねえっていう時ありましたね。死んじゃいましたね。はい。という感じで R タイプはね、かなり安定して動いてるかなと思います。ほんとね、回転寿司でね、カッパしかなかった時衝撃的でしたね。キュウリひたすら食って帰ってくるっていうね。はい、っていう感じですね。ごめんなさい。全然関係ない話でしたね。はい。じゃあね、次のゲーム行きたいと思います。はい。ちょっと下手くそでしたね。はい、じゃあ続きまして、鬼武者2ですね。1ではなく2、あえて2。で、鬼武者3作目とね、あと、新鬼武者っていうのが出てるんですよね、鬼武者ってね。僕はね、どうかな、新鬼武者が好きかな、地味にね。でも、あえて今日は鬼武者2を行くっていうところでね。鬼武者2からクリアしてないからね、1からやってくるとね、僕は2でクリアしてないんですよ。だからね、2やりたいっていうところがあってね、だから入れました。はい。やっぱね、バイオハザードについてね、これは続いてもいいシリーズだと思うんですよね。こうやってね、時代物ですね、こうやって。信長、戦国時代の話でね。まあ、信長が妖怪化するっていうような感じの話ですよね。まずはね。こんな感じで、ちょっと絵巻きみたいな感じで始まって。で、これオープニングがね、布袋さん歌ってるんですよ。布袋寅泰がね。ロシアンルーレットって曲を歌ってるんですけどね。よくね、僕のその曲ね、カラオケで歌ったりするんですけどね。で、みんなね、何の曲か知らないからポカンとするっていうね。あるあるですね。まあ、松田優作が出ててね。こんな感じで、ムービーも綺麗に再生されてます。GPD-XP はいいですね。こういうところは優れてますね。はい。こんな感じで、まあ、ムービーが流れていきますよっていう感じですね。あ、ちょっと飛ばしますね。長いんで、ムービーは。いけるかな？動くかな？ちょっと固まってるな。あ、来ましたね。故郷の急を聞いた野牛十兵衛は急ぎ野牛の将へ駆けつけた。立ち上る悪い予感を振り切るように十兵衛は走った。こんな感じですね。十兵衛がね、なんか村を襲われてるって聞いてね、走ってところから物語は始まりますと。いいですよね、このなんか荒れくれた世界観。はい、いいですね。ヤギ十兵来ましたね。もう完全に松田優作ですね。もう顔がね、ハンサム。ハンサムだね。音よはもうダメですね、もうこれはね。音よはもうダメになってますね、これ。まさきちももう完全にもう、知恵と書いてますね、これはね。現場にやられてますね。G がね、もうね、名前で呼んであげてって思うよね。G っていうね。いいですね、この。誰がこんなことを。
なんじゃこりゃーってね。いいですね。松田優作よく復活させたなっていうね。もうほんとね、当時はびっくりでしたからね、これを、この技術に。顔を取り込んでね、こうやってね、うまくやるのが素晴らしいですね。ということでね、ここから始まりますかね。来ましたね。これで剣振る。で、操作がね、これバイオハザード系なんですよ。だからね、こう、上を押すとね、前に進むっていうやつでね、リモコン操作してるみたいな。ね、ラジコン操作してる感覚でね、こうやってやるんですけど、これがね、またね、癖があってね、この癖がまたね、いいんですよ、このね。バイオハザードの、ああいう操作性の癖っていうんですかね。当時はね、もう相当慣れなかったですからね。もう僕だいぶ慣れましたけど。めちゃめちゃ安く矢刺さってるじゃないですか。これはもう相当刺さってますよ。はぁ、着きましたね。敵が来ましたよ。いよいよ来ましたよ。これでやっとね、戦闘シーンになりました。あ、忍者が来ましたね。悪い忍者がね。これが敵になります。ちょっとね、操作性をちょっとチェックしていきたいんですけれども。まあ言わないよね。忍者だからね。これ言っちゃったらびっくりだよね。覚悟しやがる。いいですね。で、こんな感じで。あ、気持ちいい。この切れ味がいいですよね。あ、いいですね。気持ちいい、切れ味。あ、気持ちいい。これ気持ちいい。もう、こう、ストレス発散になりますよね、これね。いいし。なかなかね、何切りしても結構、なくならないっていうね。さすが、モンスター級のね。よし、こんな感じで。あ、気持ちいい。これ気持ちいいですね。防御ボタン持ってるの気がしたんですけどね。あ、こうやって普通にかわせますね、こうやってね。まあ、ちょっとこのまま先進んでいきまーす。ここかな？よし。次のシーンですね。いやー、いいですね。こうやって携帯機で鬼武者遊べるっていいですよね。こう、携帯しながら鬼武者が楽しめる。電車の中で鬼武者するっていうね。あ、激アツですよね。あ、いいですね。この切れ味がほんと気持ちいい。あれも気持ちいいですよ。二王もね、こんな感じのゲームですよね。逆にこのゲームパクったんじゃねえかっていうね、二王がね。ここまで重いけど、常出てますから、二王は二王で。この切ったらブシュブシュって感じが気持ちいいですね。あ、来ましたね、もう一匹。よし、これで終わりかな。で、ここの中入ってください、みたいな感じなんですが、まあ、こうやって物語はね、進んでいくんでね。はい。こんな感じで、とりあえずね、動きめちゃくちゃ快適ですね、これはね。うん。快適な感じだと思います。はい、じゃあずっとね、次のゲーム行きたいと思います。はい、じゃあ続きましてですね、筋肉マンマッスルグランプリになります。こちら筋肉マンのね、プロレスゲームになりますが、まあ、なんかいろいろキャラがね、めちゃめちゃ多いんですよね。悪魔将軍とかいますね。で、筋肉マンのね、一世と二世がね、戦うっていうところもありますし、結構ね、キャラクター数が多くてね、結構ね、面白いゲームなんですよ、このゲームね。何回かね、紹介してるんですけど、そうですね、どうしようかな。筋肉マン使いましょうかね。一番無難な。結構ね、難易度高いんですよね。で、動きね、今のところすごくいいです。100% に近い状態で動いてますね。まあ、実際のところですかね。どうですか。うん。いい感じですね、まだね。ブラックホールです。顔面に穴開いてますけどね。ブラックホールが。いいですね。あ、動きもいいですね。よいしょ。よいしょ。おー。結構ね、難しいんですよね、このゲームね。うん、動きいいですね、すごくね。筋肉マン世代だったりするんですよね。昔ね、僕もちっちゃい頃すごい筋肉マン流行っててね。筋消しとか超流行りましたからね。お、倒しましたね。よし、ラウンド2ですね。3ポイント先取で。
プロレスというか格言近いですよね、このゲームね。で、関節技がね、必殺技が入っていいですよね。ちょっとね、これ、難しいんだよね。技がね、このね、ちょっとね、昇竜拳コマンド入れたりね、しなきゃいけなくて。おぉ、ピタッと止まるときありますけど、おぉ。あー、また、やられた。いや、いいね。筋肉マン、ほんといいよね。メガトンパンチが。行きました。神谷明さんがいいですよね、声優のね。うおもう引退しちゃいましたけどね、だいぶね。よいしょ。倒しましたね。こんな感じで、かなりね、動きいいです、すごく、このゲームは。めちゃめちゃいいですね。いいですね。切れてる、切れてるっつって、ね。はい。こんな感じでね、めちゃめちゃ動きがいい状態ですね、これは。ゼロニモですね、今度。まあ、二人目ぐらいで。うん、ここも、大丈夫そうですね。このゲーム、携帯で遊べるってのは、すごくいいですね、携帯機でね。結構遊びますよ、これは。うらららーって。よし。ちょっと俺、大技決めたいんだけど、メガトンパンチが。メガトンパンチばっかり出ちゃうな。よっしゃー、あれ投げられてる、逆に。メガトンパンチばっかり出ちゃうな。技がね、うまく入らなくてね。あ、筋肉バスター入りましたね。いいね。この技決まった時気持ちいいですね。これはね、熱いですね。ほんと。燃えますね。筋肉マンゲームって結構ね、プレイステーションで出てたりね、ゲームキューブで出てたりするんですけどね。結構ね、全部どれも当たりだったりしますよ。筋肉マンゲームはね、外れないんじゃないかなと思いますけど。よし、また筋肉バスター入りましたね。あ、めっちゃ減りましたね。はい、こんな感じで勝ちました。パーフェクトで勝ちましたね。はい、っていう感じでね、めちゃめちゃ動きがいいですね。これもね。よかったよかった。はい。はい、ということで、本日は、イーサー SX2、こちら試してみましたけど、GPGXP ね、結構その、スペックとしてはミドル級なんですけど、結構動きましたね。うん。で、1本目動かしたのが、鉄拳5。で、こちらはですね、ちょっと重たかったかな。バーチャファイターより重たいんじゃないかなっていった感じだったんですけど、なんかね、もうちょっと、もっさりはしてましたけどね、思ってたより動いたかなと思いました。もっさりしてる部分もあったんですけど。まあ、これはステージ依存かなと思います。うん、だから、ね、重たいステージもあれば軽いステージもあるといった感じかなと思いましたね。で、あとは、2本目に遊んだのは R タイプファイナルなんですけど、で、こちらは全然問題なく遊べてましたね。うん、結構ね、それも、難しいゲームなんで、一面全然クリアできなかったんですけど、まあ、下手すぎだろうって言われちゃうんですけどね。まあ、難しいゲームかなと思います。で、3番目に遊んだのが鬼武者2ですね。で、こちらも全然問題なく遊べましたね。気持ちよかったですね。ズバズバって切ってる感じがね。これもね、ちょっとね、ぜひね、遊びたいソフトのうちのね、やつでね、一つでね、ぜひ動かしていきたいなと、今後もね、遊んでいきたいなと思ってます。携帯でね、遊ぶのも一つのね、こういう携帯機で遊ぶのも、ね、いいなぁと思っております。で、最後に遊んだのは筋肉マンですね。こちらについてはもう言わずと知れた僕の中の名作ですね。はい。筋肉世代はもう涙ものっていう感じですけど、いろんなキャラクターがね、めちゃめちゃ多いんでね、いろいろ対戦でも盛り上がるソフトかななんて思います。動き軽快でしたね。はい。はい。で、本日紹介したのがこの GPD-XP ですね。
こちらについては、バングッドさんで購入することができます。で、お値段がね、3万3000円から3万4000円ぐらいの間になってますね。ドル換算なんで毎回ね、チラチラ値段変わるんですけど、うん。で、それぐらいで買えるようになってて、結構ね、値段にしては結構お買い得な商品かなと思いますね。うん、で、今ね、バングッドさんでさらにセールもやってて、ですね、何のセールだったっけな、冬のボーナスセールっていう日本だけのセールやってます。で、そこでもね、クーポンコード発行されてますので、まあ、それ使ってもちょっと安くなんじゃないかなとは思ってます。うん、どっちかだね、イドチャンネルかクーポンコード使って買うか、まあそっちの独身の日、じゃないね。特にボーナスセールね。ボーナスセールで買うかっていうところで、まあどっちもね、多分3万3000円ぐらいで買えるかなといった感じです。ぜひね、興味持ってる方ね、購入。結構売れてますね。このチャンネル見ていただいた方、結構ご購入いただいてね、買ってる方が多いです。まあ実際はね、プレイステーション2これね、もともと GPDXP で動くって保証してるもんじゃないんで、まあ動けばいいなぐらいに思っていただければなと。まあ、結構動きますねって言った感じなんで、今日はその動作検証になります。はい。ぜひね、興味のある方、ぜひね、買ってみてはいかがかなと思います。はい。で、まあ、率直な感想ね、結構そのプレイステーション2、動いたかなーなんて思ってます。なんかね、最初のね、初期設定だと重たかったんですけど、まあ、ちょっと設定ちょこちょこっといじって、内容理解して動かすとね、意外に動くもんだなと。あまり期待もしてなかったんですけどね。思ってたより動いて、デーモンより、デーモン PS2 っていうね、別のエミュレーターよりもね、結構設定いじっていろいろ動かせるんで楽しいなと思ってます。だからぜひね、皆さんも導入検討してみてはって思ってます。はい、ということでね、今回の情報ね、役に立ったって方いましたら、グッドボタンを押していただけると嬉しいです。あと今後もね、こういう動作検証していきますので、チャンネル登録していただけると嬉しいです。はい、ということで今日はこんな感じで終わりたいと思います。イドチャンネルでした。また次の動画でお会いしましょう。